はい、注目2回戦のコーナーです。週刊ギャップの和田です。はい、オチです。はい、いよいよ秋の東京開催と京都が開幕します。まあ、土曜日3日間開催になるんですけどね、今週はね、そこの、土曜日に東京でサウジアラビアロイヤルカップ、昨年から受賞になったんですか。どうでしょう実に格付けされて2回目です。なるほどね、 G3 になって2回目ということですね。はい、どうですか。まだまだちょっとキャリアの浅い私の集まりで、はい、どれが中心かとなると、まあ、好みの問題にもなってきそうなメンバーではあるんですが、はい、どうですか。そうですね、私中京デビュー組が結構レベルが高くて、その後も含めて、ね、なるほどね、活躍してる馬が多いんですけど、はい、その中でも結構いい勝ち方をした2頭が出てくるなという印象がありますね。はい、はい、まあ、勝った順番にいきますと、中京7月9日に勝ったダンビュライト、ニューラーシップ、新種ボバサンクですけど、はい、まあ、道悪でね、時計は1分40秒7と遅いんですけど、うん、まあ、この辺はあんまり参考外かなという、そうですね、ね、はい、ですね。でもとにかく勝ちっぷりが良かったですよね。うん、まあ、小橋に突き放して、まあ、後位から抜け出す正攻法で小橋に引き放したっていうのは確かに評価できるのかなというところで、はい、うん、まあ、ルーラーシップなんで広いコースは良さそうですしね、うん、秋になってまたコニーが走り出してますんで、そうですね、うん、今度は時計の速い決着にどれだけ対応してくるかというところですけど、まあ、決闘的には全然問題ないかなという感じがします。はい、はい、それから同じく中京開催で最終週でしたけどね、クライムメジャー、同じく芝マイルで1分35秒台だったわ、リョーババで、はい、はい、まあ、ダイオメジャー3区でサトノノブレスの弟ということになるんですけど、はい、うん、なんかダイオメジャーらしくないというか、うん、しまい切れるダイオメジャー、まあ、33秒台ですね、上がりはね。でこの辺やっぱりボケの良さも出てるんじゃないかなという感じを受けますね、うんうん、まあ、やっぱりお父さん変わっても走るのはやっぱボケがね、光る大空もオープンまで来ましたし ね、はい、まあ、そういう意味で重賞でも素質上位なのかなというところですけどね、はい、はい、対して関東馬っていうことになるんですけど、まあ、まあ、新潟2歳走ってたバリンジャーっていうのもいますけど、まあ、これはちょっと出遅れてかわいそうな競馬になっちゃったんで、改めて、あ、じゃあ函館か、函館2歳ですね、うん、距離伸ばしてどうかっていうところもあるんですけど、まあ、これもあれですね、未勝利勝ち上がってきた2頭が注目を集めるかなという、まあ、もう1頭いるんですけど、プレスジャーニーとロジムーン、これがまあ東京で一緒に走ってるんですけどね、はい、まあ、ブレスジャーニーがその時は先着して、うーん、まあ、これも勝ちっぷりが鮮やかというか瞬発力はすごいなと。そうですね、もう新馬戦から32秒台を使ったものですよね、はい、まあ、順当勝ちというところだったんですけど、まあ、新潟に再生するとちょっとね、夏負け気味の体調不良で、見送ったんですけど、まあ、うまく立て直してここから再始動ということで、うん、まあ、重賞のクラス戦ってくるのメンバーとどんなもんかっていうところなんですけどね、まあ、東京で2回走ってますんで、舞台経験は強みになるかなと。で、そのロジムーンっていうのは、まあ、一番人気だったんです。そのブレスジャーミーよりに人気あったんですけど、まあ、2着2着ときて3戦目で大躍進と。これもなかなか強かったですよね、はい、まあ、乗りのまま抜け出して3馬身差上がり3馬の33秒台というところで、まあ、これも使いながらだんだん競馬が上手になってきたのかなというところがありますので、まあ、あとは好みの問題ですね、うん、はい、まあ、楽しみな一戦になるかなと。まあ、もちろん勝てばクレとか来年の春とかにもつながっていくレースなので、ぜひ、注目していただきたいと思います。はい、中山の最後にすごい除外が出まして、東京の新馬戦もごちゃごちゃしそうなんですけど、まあ、とりあえずあの注目集めそうなのは富士通厩舎のレイデオロ、ラドラーダの子で来そうなのが弟になるんですけど、父が金髪に変わりましたけど、やっぱりこの血統は知るほどに前向きな気象が、長所というところで、そのあたりはこう共通してるみたいなんでね、まあ、2000メートルから行きますけど、距離の融通性を含めて見てみたいなと思います。はい、それから阪神じゃないや京都で新馬前提の線路があるんですけど、まあ、ここに
やっぱり鉄塔場が集まるそうですね。まあ、旬の話題で言えば、サトノダイヤモンドの妹になりますけど、リナーテという馬がステイゴールド3区、父変わりましたけど、厩舎も菅井厩舎に変わりましたけどね、1週前に芝で、1ハロン11秒3で最低7というところで、まあ、この一族もやっぱり走るんだなというところを見せております。で、そのサトノダイヤモンドを管理している軽厩舎からは、ビニーという馬が、ディープインパクト3区ですけど、セレクトセールで1億4000円が80万円で取引されたのですね、お母さんコペレールということで、ペーパーを飲む人も多いんじゃないかなと思いますけど、これは武豊騎手で、ね、デビュー予定ということで、まあとりあえずこの2頭が徹底的にも人気を集めるのかなという感じにしておりますので、ぜひ注目していただきたいというところで、はい、まあ、3日考えたら新幹線いっぱいありますんで ね、 そうですね、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで以上です、はい。